これがこう超広角レンズでも蹴られなくなるアイテムをご紹介します。どうもサークル&スクエアの高橋です。まずはじめですね、このチャンネルの、登録者数が先日なんと1000名を突破しました。いつもご視聴いただいている皆さんありがとうございます。引き続きですね、カメラ関連の動画を気ままに上げていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、今回はですね、先日購入しましたこの 10mm20mm F4G レンズ、早速仕事でもプライベートでも使ってるんですけども、見てください、なんかいかつくないですかね。なんかいろいろついてますよね。これ購入したばかりですけど、早くもうまい使い回し方を見つけたような気がしてるので、今回はその話をしたいと思います。で、先に答えからお話してしまうと、これは一番先に ND 可変式の ND フィルターで、その次にマグネティックアダプターですね、マグネティックアダプターがついていて、そしてその次にブラックミストフィルターでステップアップリングというふうに4層からなってます。4層からなる、フィルターなどがですね、ここについてるわけですね。で、この ND フィルターと、ブラックミストフィルターは2種のものを使ってるんですけど、その間にマグネティックフィルターつけてるんですけど、なんでこのマグネティックアダプター、マグネティックフィルターアダプターか、このアダプターをつけてるのかという、その話をしたいと思います。皆さんも動画を撮影する際は ND フィルターつけると思うんですけど、室内で撮影するときどうされてますか？僕は ND フィルターなんかわざわざこう外すのめんどくさいので、例えば α7S3 とかで撮るときは、ISO を12800に上げちゃいます。12800に上げてしまえば、もう ND フィルター外さなくても明るくなりますからね。だから S3 の時はそういう風にしてるんですけど、ただ、この 10mm20mmF4 は FX30 で使うんですよね。で、FX30 は、デュアルネイティブ ISO が800と2500なんですよ。だから、そもそもこのレンズが開放 F4 で、しかも2500までしか上げられないので、2500に上げたとしても、室内だとちょっと明るさが足りないことがあるんですよね。そうすると仕方ない ND フィルター外すかっていうことになるんですけど、そういう時にこのマグネティックフィルターアダプターが役に立つということです。こんな風にネジネジしなくても一発でポンとつけたり外したりできるので、これは本当にすごく便利だと思います。ということで話を戻すと、僕はこの 10mm20mm に ND マグネティックフィルターアダプターブラックミストステップアップリングという風につけてるんですけど、ただこれだけつけるとまた問題が生じます。何かというと蹴られですね。蹴られ、そもそもこのステップアップリングはその蹴られを回避したくてつけてるんですけど、それでもこれだけつけちゃうと蹴られちゃうんですよ。ということで今回ご紹介したいのがこいつらです。はい、まずこっちが、これはですね、ニシのブラスというシリーズの、ステップアップリングですね。そしてこれがカセというメーカー、僕初めてカセというメーカーのやつ買ったんですけど、カセというメーカーのマグネティックフィルターアダプターですね。この2つをご紹介します。いやいや、ステップアップリングもマグネティックフィルターアダプターも知ってるよという声が聞こえてきそうなんですけど、はい、わかります。わかるんですが、この2つはですね、ちょっと普通のやつとは少し違います。少し違いますので、ぜひご紹介させてください。はい、じゃあまず、ステップアップリングなんですけど、僕はですね、もともと健康のステップアップリングを使ってました。で、なんで健康のやつ使ってたかっていうと、理由は単純でして、このですね、リングにローレット加工がしてあるんですよね。このギザギザ加工がしてあるので、グリップしやすくて、まあ、つけやすかったり外しやすかったりするので、なのでこの健康のステップアップリングを使ってました。で、本来であれば、この 10mm20mm の、フィルター径が 62mm なので、で、使いたいフィルターは 82mm だったので、なので当然ながら本来であれば 62mm から 82mm に、まあ、一気にステップアップできるものがあればよかったんですけど、なんかそれがですね、製造中止になっちゃったみたいで、今置いてないんですよね。だからやむを得ず、62mm から 72mm、72mm から 82mm というふうに2段階でステップアップしました。で、ただそうすると当然2段階でつけると無駄にこう厚くなってしまうので、まあ、それが蹴られにつながっちゃうわけですよね。だから Amazon で62から82にステップアップできる、まあ、1本でちゃんとステップアップできるものないかなと探してた結果、はい、今回のこのニシのブラスというシリーズのステップアップリングを見つけました。でですね、まず、これの特徴、高いです。これ、ただのステップアップリングのくせに4000円近くするんですよね。ただまあ高いのには理由があって、まずこれ真鍮を使ってるんですよ。だから歪みに強いっていう特徴があるみたいですね。かなり結構重みもあります。で、ローレット加工もピッチが太くなってるので、さらにグリップしやすいんですよね。すごく、しっかり握れます。
とか、あとはこのレンズ側の方ですね、レンズ側の方にフェルトが貼ってあって、まあなんか反射防止とか、そういうふうにいろいろ加工されてるんですね、ちゃんと。つまり、まあ、ただのステップアップリングのくせに高級感が半端ないんですよ。はい、それが一番のメリットです。これ使ってるとなんかすげえいいやつ使ってるなみたいな、その自己満足に浸れるっていうメリットがあります。で、当たり前ですけど、この2本使っていたステップアップリングをこの1本で済ませることができるので、厚みを解消することができましたということです。で、次に、マグネティックフィルターアダプターなんですけど、まあ多分マグネティックフィルターアダプターで一番有名というか、まあ、走りのやつがこのマンフロットのズームというタイプですね、まあ、これも実際マンフロットのやつなんですけど、マンフロットのズームというタイプのこのマグネティックアダプターが、まあ、一番走りのやつなのかなと思います。今最近結構マグネティックの出てますけどね。で、これは、今くっついてるんですけど、結構磁力が強力でして、はい、外すとですね、こっちがベース、要はレンズ側につける、方のリングで、こっちがフィルター側につけるリングということで、まあ、お互いこう、くるくるくるってねじねじしてガチャッとくっつくという仕組みになってるわけですけど、まあ、当然だからこの分厚みが出ちゃうんですよね。で、もちろんそれもケラリにつながるということです。そこで、はい、今回購入したのが、これを解消するために購入したのが、はい、こちらカセというメーカーのマグネティックアダプターになります。僕カセって初めて買ったんですけど、こういうマグネティックアダプターが出ていて、これじゃあ何が違うんだと、このマンフロットのやつとどう違うんだっていうことなんですけど、これ結構画期的な違いがあります。何かというとですね、このフィルター側に取り付けるのは、まあ、そんなに変わんないですよ。これがマンフロットで、これがカセですね。フィルター側につけるものはそんな変わんないんですが、ベースとなるレンズ側につけるやつですね、レンズ側につけるやつがこの薄さ、これマンフロット、これカセです。この薄さなんです。で、しかも薄いだけじゃなくて、通常こういうベース側になるマグネティックアダプターって、これ今ブラックミストフィルターなんですけど、こうくるくるつけていきますよね。だから当然こんな風にベース側にも厚みが出ちゃうわけですけど、このカセのアダプターはですね、なんとこれブラックミストフィルターですね、これにカチャッと取り付けるんですけど、この枠の中に収まっちゃってるの分かりますか？枠の中に収まってるんですね。で、ここになんとなくくぼみがあるの見えますかね。ここにくぼみありますね。ここにくぼみがあるので、ここにこのツールをカチャッとはめてくるくる回す。はい、そうすると見てください、このフィルターの厚みは変わらずにベースを取り付けることができるんですよ。さっきマンフロットの場合はアダプターリング分の厚みが出ちゃいましたけど、カセの場合はそのアダプターの厚みがなくせるんですね、このベース側が。でもちゃんとこれに、この、フィルター側のアダプターは磁石でくっつくというタイプなので、かなり厚みを軽減することができるんですね。これすごい画期的じゃないですかね。こんな風にフィルターの中に埋め込むってすごいなと思うんですけど、こういうことができるタイプになります。はい、ということで、今まで使ってきたこの健康のステップアップリングとマンフロットのマグネティックアダプターで、新しく変えたこの日清のステップアップリングとカセのマグネティックアダプター、2つ合わせるとどれぐらいの差が出るかちょっと試してみましょう。はい、こんな感じです。左側、こっちがですね、健康とマンフロットの組み合わせで、こっちが西とカセの組み合わせ、どうでしょうか。まあ、ステップアップリングとマグネティックアダプター両方とも厚みが変わっているので当然ですけど、ここまで差が出ます。はい、ということで、じゃあ具体的に映像にはどういう影響が出るのかご覧いただきたいと思います。はい、これが健康とマンフロットの組み合わせです。これ今アクティブテーブル補正の状態なんですけど、少し蹴られちゃってる部分も見られたりしますね。振ったりすると蹴られます。そしてこれがスタンダード手ブレ補正ですが、スタンダードの状態だとこんな風に完璧に蹴られてしまうので、 10mm ではちょっと使いづらいという状態です。それに対してこれが西とカセの組み合わせです。アクティブテーブル補正だと完全に蹴られは見られませんし、さらに、はい、スタンダード手ブレ補正にしても、はい、どうでしょうか。全然蹴られませんね。完璧です。完全に四隅も黒くなることなく蹴られずに使えています。
まあ、普段はアクティブで使うことが多いんですが、仕事でジンバルに乗せたりするときはスタンダードにして、撮影するので、スタンダードでも蹴られないのはいいですね。はい、ということで今回はこの 10mm-20mm F4 の、超広角ズームレンズを蹴られずに使うための便利アイテムをご紹介しました。今回ご紹介したアイテムはですね、概要欄に URL 貼っときますので、気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画をお楽しみに。バイバイ。